BMW132EBMW132 は、ドイツの BMW で1933年から製造されていた、航空機用級シリンダー空冷製型エンジンである。アメリカのプラットホイットニーからライセンスを買い取った R-1690 ホーネットエンジンの発展型として開発された。1928年1月に、 BMW は、プラットホイットニーから、R、R-1690 ホーネットのライセンスを買い取り、短い間それを、BMW ホーネットとして、設計変更なしに生産していた。しかしすぐに、ホーネットの改良を開始し、1933年には、その発展型として、BMW132 をリリースした。同エンジンには、 様々な派生型が生まれ、例えば民間向けにはキャブレターを装備したものが、ドイツ軍向けには燃料噴射装置を装備したものが生産された。派生型によってスペックは異なるが、排気量は27.7リットルで出力は最大のものが 1200HP まで発揮できた。本エンジンは輸送機によく搭載され、特に1052ではほぼ全ての派生系を通じて、 本エンジンが採用されていた。また、1930年代の民海航空機用エンジンとして重要な役割を果たし、いくつかの試作機、記録機のエンジンとしても活躍した。特に1938年8月10日に24時間57分で、ベルリン・ニューヨーク間の無着陸飛行に初めて成功した FW200S-1 に搭載されていたことで知られている。 航空機用星型9気筒エンジン BMW132 のコンロッドセット。星型エンジンではこの写真の例に見られるように、一本のマスターコンロッドとリンクロッドからなるセットが一般的である。ありがとうございます。